はい、皆さんこんにちは、ヒロです。 H チャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。以前ね、ちょっとだけね、モソノさんの、4K アクションカメラ MC2 の動画を撮らせてもらった時に、なんかこう、こういう使い方がいいんじゃないかっていうのをね、そのいくらか出させていただいたんですけども、その中の一つにね、サクションカップをつけて、車につけて、で、撮影したらどうかっていうことを、提案させていただいたんですけども、じゃーん、買いました。スマツリーさん、ちょっと光って見えないかな、はい、スマツリーさんというところの、サクションカップを買いました。でですね、またね、詳しい商品説明なんかはまたこの下に、Amazon さんのリンクを載せておきますので、そちらから見ていただければね、いいかなと思うんですけども、今回ね、吸盤が2つあるのを買いました。で、これは何でかっていうと、やっぱ車のね、ボディにつけて外側手につけちゃうんでね、1個だとなんか外れた時に不安じゃないですか。だからね、2個あったら、まあ1個外れてもしばらくは持ってくれるんじゃないかという安易な考えで、ちょっとこれをね、買ってみました。で、もともとね、これ私がよく見てる YouTuber さんで、ケンジさんっていう方がいるんですけども、アメリカでね、やられてる方なんですけども、日本人の方なんですけども、で、その人が GoPro の Hero 5で、今僕がやってるような同じような撮り方をやってたんですよ。で、もう面白そうだなと思って、ただね、私 GoPro 持ってませんので、でもそもそもね、 MC2 でね、やれんじゃないかなと思って、ちょっと撮ってみました。なので、早速ですね、その動画の方をご覧ください。いかがだったでしょうか。無双さんの MC2 プラスサクションカップ、ね、面白くないですか。ね、映画みたいじゃないです。ちょっと自画自賛しすぎか、まあね、車なんかがね、もっとかっこよく言えばね、もっといい感じに撮れるのかもわかんないんですけども、これね、ちょっと本当ね、遊べますよ。ちょっと感動してますね。あ、これぐらい撮れるんだ。で、もっとね、ガタ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 なんのかなと思ったら、あれ、いい感じに、車のサスペンションが、まあ、手ブレ補正みたいな感じになってるんで、まあ、あんまり、ブレもそんな気にならないなっていうのが、まあ、僕の率直な意見なんですけども、よかったらね、まあ、皆さんもこういう風なものを買って遊んでみてはいかがでしょうか。はい。ではですね、本日の情報が役に立ったなと思った方は、
いいねを、そしてよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。でですね、あとね、こういうふうなことをやってくださいとか、なんかこうリクエストみたいなものがねあったりとかね、まあ質問なんかがあれば、どんどんね、下のコメント欄に書き込んでいただければなと思います。それでは本日も動画のご視聴誠にありがとうございました。